おはようございます。2011年2月9日6時5分になりました。なんかまたね、週末すごい寒くなりそうな、そんな話なんですけれども、でしょうね、この冬本当にもう今までと全然違うような雰囲気になってますけれども、まあ異常気象とかいろいろ言うんですけども、まあそれに関してはね、いろいろありすぎるんで、こんなのすぐ5分過ぎちゃいますから。さて、ニュースに早速いきたいと思います。いろんなニュースあるんですが、ちょっとですね、面白かったんでこれは見ておきたいなと思うんですが、ですね、テクノロジー面のところからだったと、ここに出てこないのかな。ですね、もうさっきタブのところからいっちゃいましょう。これですね、携帯電話のフィルタリング普及ってこう書いてありますよね。で、これね、まずこれは NHK のニュースなんですよ。ちょっと見にくいですね、こっち側で。携帯電話のフィルタリングが普及ということで、要は内閣府の調査で、子どもが使う携帯電話に有害サイトを制限するフィルタリングが小学生で 78% で普及してますよっていうふうに書いてあるんです。これ NHK ですね。でですね、面白いのは、こっち、これ読売、高校生の半数有害サイトの閲覧制限使わず。要はこれは高校生は使ってないよって、半分しか使ってないよって言ってるんですよ。さっきと全然言い方が違いますよね。NHK は普及が進んでるって言って、こっちはあんまり使ってないよって言って。さて、これ日本経済新聞、日経は有害サイト遮断機能利用小学生 70%に上昇っていうことで、これは小学生がいっぱい使ってるよ。はい、さて、時事通信、有害サイト遮断 55% に増加、携帯所有中高生は微増、内閣府調査。これ遮断 55% に 増加ってなってますよね。で、さっきのはこれ小学生は 77% に上昇。要はここが時事通信のやつはですね、子どもの携帯電話ということで、小学生から高校生までのトータルの話でこれ言ってるんですね。でさらに朝日新聞、中学生の半数、小学生の2割が携帯電話保有、内閣府調査。携帯電話保有の話になってます。フィルタリングの話も一応ね、この記事の中には後半にちょこっとこう出てくるんですけども、これは携帯電話を持ってますよっていうのが、という内閣府調査の結果っていうふうになってて、これ全然なんかね、タイトル見るだけでこう中身が全く違うように取れるじゃないですかね。なんか面白いんですけど、これがね、今回面白いなと思いましたね。これは内閣府の調査なんで、調査データは全く全て同じものなんですよ。ソースとしては情報ソース全く同じなのに、こう各社なんでこんな風にね、バラバラにこうタイトルがつくのかなって、ね、これを見た人は、ああ高校生は全然そんな有害サイトの遮断とかそういうのは何も使ってないねんなっていう風に見るし、でこっち見たら有害サイトで小学生 77% に上昇で、ああいっぱい使ってきてんにゃって、ああええこっちゃっていう風に見るし、でこの朝日に至っては、単に携帯電話使ってる中高生というか、まあ子供が増えてんねんなっていうなんかね、これは面白いなと思いますね。各社こう見てる視点が全く違ってて、言い方が違う。まあこうやってですね、事実は一つなんですけども、結局その新聞とかそういうものっていうのは、それぞれ書く人の意図、意思、価値観、そんないろんなものが入ってくるので、そのまた新聞社のそれぞれの主義主張っていうのがありますから、まあそういうことがあるというのがですね、こう本当にこうすごいちっちゃいことですけど、別にこれがどうこうというわけではないんですが、ただこんな風に書き方一つでいくらでもこう内容というか捉え方がパッと見こう変わってしまうというところがね、非常に面白かったですね。これは
こういうことがあるので、ぜひそのいろんなニュースっていうのはですね、多方面からこう見ていかないと、その新聞社のいろんな主義主張に乗っけられてしまうということをですね、今日はちょっとお伝えしました。なんかニュースとちょっと違いますけれども、まあでもね、こういうことはね、本当に知っとかないと間違っちゃいますからね。今日ちょっとね、これはね、面白かったんで、お伝えしました。ということで、もう6時10分になりました。なんか今日ね、寒いんであちゃこちゃ凍ってるとこもあるみたいですけども、気をつけてお出かけください。ということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。